栃木金賞受賞、佐野の豊かな流水と伝統の技で保つ美酒、海花第一酒造社長、島田義則様です。はい、ありがとうございます。いやもうこういう酒王中の文化圏でやっぱりお酒、日本酒を多くの人が楽しんでいただけるっていうのは本当に日本酒酒蔵としてやりがいになるなというふうに思います。お客様とどのようなお話をなさってたんですか？意外とどこから来たのという話多いですね。お酒の話もちろんなんですけども、結構栃木県の中のどこっていう話が、はい、何度か出てきました。はい、私ども実は米から作っておりまして、全国でも珍しい自ら米を栽培する酒造メーカーです。私はだから農業後継者ということにもなりますし、合わせて、酒造りも340年間してます。今非常に柔らかな旨味のあるお酒を全体の特徴としては出して、日本酒造りの方一生懸命頑張っております。やっぱり楽しみ方は、お客様それぞれでいろいろあると思うんですけれども、ただ喜びをさらに倍化させて、あるいは悲しみや苦しみを癒して、そんなお客様のためになる、お酒を作っていきたいなというふうに思ってます。やはり丁寧に酒造りしていきたいなと思ってます。自分が米作ってるので、やっぱり米を一粒一粒を大事にしていきたいという思いもありますし、また逆には酒造りをするがゆえに米作りも大切にしたいなと思ってますので、そんなことを含めて最近農業の6次産業化なんていう言葉ありますけど、私どもある意味340年前から、ずっとやってますので、それをさらに現代的な形の中で、進歩させていければいいなというふうに思ってます。